ザ・サイクル・フロンティアは、宇宙のゴミを掃除するゲーム、そうだったよな。いや、宇宙で物資を拾うゲームであって掃除ゲームではないですね。つまり、弾幕で汚物を消毒するゲームというわけだ。話聞かないなら話しかけてくんな。一番厄介な自己完結が高いわじゃねえか。っていうかお前いつも LMG 両手に持ってるよな。甘いぞ霊夢、確かにいつもの私なら、両手に LMG を持って満足していただろう。だが今日の私は、カバンにもさらに2本 LMG を入れてきた。まさかカーニバル。そんな祭りは存在しない。このゲームではなんと、一度リロードしてしまえばカバンの中に入っている銃にも弾が入った状態になる。つまりこのようにあらかじめリロードしておけば、まさかのダブル LMG システムを超えたクワッド LMG システムが爆誕するのだ。予備弾薬合わせて約2000発の動く弾薬庫、これぞ宇宙の深淵を覗いたものの真のダンマニストの姿。装備重すぎて動きが遅い。たくさん弾を持ってくるために超高級品である紫バップを持ってきた。さらにはメインで運用する LMG、ICA ギャランティー2本には、なかなか手に入らない、青アタッチメントを贅沢に採用。カバンでその時を待つ、予備の ICA ギャランティーが2本、およそ40万円近くにも上る、贅沢な弾幕装備だ。40万円って言われても、このゲームにおいてどの程度の支出かピンとこないですね。だいたい1回のマッチで無事脱出できたとして、拾ってきたアイテムを全部売却して1万円ちょっと、2万円稼げてたら結構豊作だったなってイメージだな。クソしょっぱくて草、うまみレイド、10回分の資材投入してんの？なお予備の ICA ギャランティーが重くてカバンにほとんど素材が入らないので、敵を倒したりしてもアイテムをほとんど持って帰れないので、出撃すれば出撃するほど赤字の模様。倒される側の身にもなれよ。大丈夫だ、倒したプレイヤーから奪えるものはお腹を空かせた撮影班たちが美味しくいただいてくれる予定だ。世の人はそれを荷物持ちという。さあこの超高級クワッドギャランティーの生贄になるプレイヤーはどこだ。蜂の巣も残らない穴ぼこまみれにしてやるぜ。まだ2本目の動画なのに飛ばしすぎじゃね。ちなみに所持している高級アタッチメントを全てつけてきたので、もし死亡してロストしたら撮影のための立て直しは効かないぜ。死んだらサイクロ実況引退じゃねえか。このゲームお金で解決できることがほとんどないんだよ。マーケットボードがないから高レアな武器は全然手に入らないし、武器につけるアタッチメントも緑以上のレアリティはフィールドで拾ってくるか、すこぶる面倒な素材を大量に集めてクラフトするしかない。撮影班にもサイクロ頑張らせてるけど、まだ誰もエキゾチック武器解放できてないんだよな。このゲームマジでタルコフ以上に武器の解放大変ですよね。このICA ギャランティーがレア武器、上から4番目のレアリティ、私や撮影班がようやく解放し始めたのが上から3番目のエクスクレアリティの武器、さらに上に赤武器、エキゾチックレアとオレンジのレジェンダリーレアが存在するんですが、全く解放できる気がしないよな。せめてエキゾチック武器ぐらいは使ってみたいもんですよね。それすらもいつになるやらわかったもんじゃない。ザ・サイクル・フロンティアで武器提供してくれるプロプロスペクターいたら連絡ください。キネティックアビター撃たせてください、お願いします。さて、今回はこの採掘場エリアでプロスペクターを一人キルという仕事を受けた。そしてどうやらこの下に敵がいるみたいだな。そんなクソ重どんな装備で高所から降りたら足首をくじきました。いやそりゃそうだろ。なあに、これぐらいどうということはない。圧倒的弾幕の前に敵は打ち返すことすら不可能。一方的な暴力ってやつを見せてやるぜ。どうやらこの草むらの向こうでゴソゴソしてますね。イッツショータイム、宇宙でも弾幕動画有効だってところをとくとご覧あれ。ファイヤー、武器チェンジ、2本目いくぜ。消し済みにしてくれるわ。相手、エキゾチック武器じゃん。いやあれキストルでしょ。単発の火力が高い、リボルバーとかデザートイーグルみたいなキストルですね。それを2発ヘッドショットもらったと。私の ICA ギャランティーは4本フルロストだよバカ野郎。カバン、アタッチメントなど替えの効かないものを大量ロストした結果、ICA ギャランティーのクオリティが大幅にダウン。予備弾薬合わせて2000発と宣伝しておりましたが、予備合わせて1300発に縮小してお送りいたします。それでも十分過剰定期。タルコフ時代なら、マケボで武器とかアタッチメント補充できるんだが、まあこのゲームまだリリースされたばっかりですしね。正直、製品版って言ってますけどベータだと思ってプレイしてる。無料でできるタルコフライフとしてはマジでクオリティ高いんだよな。BF にも一応タルコフモードあったんすけどね。まあマケボや武器プリセット、カートとか追加して欲しいものは山ほどあれど、このゲームに最も足りてないものって何かわかります？弾幕だな。LMG4 本背負って何言ってんだこいつ。このゲームに今一番足りてないのは、大当たりなんですよね。1個拾っただけで、
100万円みたいな、そういう一発逆転クラスの大当たりルートが存在しないんです。けど、ジュンベルテサイトやベルテサイトハートみたいな、レア鉱石出ると嬉しくない？もちろん嬉しいんですけど、結局あれはミッションで取りに行かされて、仕方なく集める作業なんですよね。結果、出た時の喜びよりも集めてる最中のストレスが勝っちゃう。一刻も早く、モンスターの首みたいな換金目的のアイテムを、とりあえずでも追加してほしいものですね。そう、ようやく見つけた敵を攻撃したらスナイパーかよ。LMG は定点で長時間撃ち続ける都合上、スナイパーに滅法弱い。しかも味方の報告によると、敵は二人以上スナイパーがいるらしい。やはり狙撃、狙撃は世界を破壊する。たかだか顧問武器の分際で、レア武器の ICA ギャランティーに喧嘩を売るとは。だって、エキゾチック未満のスナイパーライフルって顧問しかないし、換金アイテムもそうだけど、ちょっと武器もなんとかしてほしいかも。このゲーム、武器本体のレアリティでかなり戦争を左右されるんですけど、アサルトライフル、ショットガン、サブマシンガンを除くと、LMG、ストル、スナイパーライフルに選択肢がないんですよね。なんなら LMG ってこの ICA ギャランティーだけじゃね？私はこのゲームで弾幕を張るために、一生ギャランティーと添い遂げないとダメなのか？例えばタルコフにも LMG は一種類しかなかったんですけど、アタッチメントや使用する弾丸の種類で、かなり終盤まで使えるんですよね。武器をすぐに追加して増やせれば一番なんですけど、それはやはり現実的に難しい。となると、現状の既存武器を強化する方法も追加してほしいですね。私はてっきり宿舎でそういうガンスミスが解放されると思ってた。実はユーザーが求めてるものって、大きなアプデとかより、細かいユーザビリティにフォーカスしたアプデだったりするんですよね。そりゃ新マッチとかったらテンション上がりますが、1ヶ月とか空いちゃうとゲームから離れちゃう。小さなパッチで武器のダメージ調整とかしか入らないと、正直一般ユーザーからしたら何も変化してないのと同じなんだよな。きっと物を作る側と遊ぶ側の視点のギャップがこういう場所にあるんでしょうね。ということで新しい SRE の実装をお待ちしてます。しかしあのスナイパー軍団、脱出艇呼んで逃げようとしてやがるぞ。そこ、崖の上に敵、逃がさんぞ。隠れちゃいましたね。だがどうやら脱出するより、私たちとプライドファイトを選んだようだな。素晴らしい。弾幕道をお前たちに教えてやろう。そんなスナイパーライフルのような甘えた武器は捨て、真に強い武器とは何かを知らしめてやる。左側、味方が交戦。そう、気づくのが遅れたがなんとかやれたか。どうやら狙撃手は鉄骨の上に陣取っているな。上から撃ち下ろされてちゃ手も足も出ないですよ。FPS ゲームで高さは圧倒的な有利条件です。ならば、こちらも登ってしまえばよかろう。まず鉄骨の足元にたどり着くのもかなり危険ですよ。そこに移動する間に上から一方的に撃ち下ろされる。見せてやるぜ。これが弾幕ファイターの戦闘の遊戯だ。まずは味方を鉄骨の下まで誘導する。狙撃手め、顔を出してくるがいい。嫌だから上から頭出しで狙われたらさすがに無理だって。制圧射撃いい。行け行け、寄りを詰めろ。なんて無茶な作戦だよ。相手がリリース顔を突っ込めたタイミングで前に進む。よし、私は鉄骨の足元までたどり着いた。いや、でもここから登るとなると射兵のない細い一本道ですよ。それこそ簡単に狙い撃ちにされるだけですよ。確かにこの一本道を登り切るのは至難の技だ。 LMG を持った重鈍な私では到底不可能。何あの頭出しポジション最強かよ。確かに強い。だがこれではっきりした。ほら見て、突っ込んだ撮影班の殺りが狙撃ヒットして逃げましたよ。よし、無駄手振りまたいい。あいつがこちらを覗けないように弾幕で援護する。バトルフィールドの PV かな。まだ2本目があるんだよなぁ。たどり着いた。さあ、弾幕が数発ヒットしているぞ。一息に攻め滅ぼしてしまえ。どうやら全員倒せたっぽいですね。上にいた狙撃手2名とも回復が追いついてなかったみたいです。このくっそ細い坂道も踏破させられる。弾幕の圧倒的制圧力。まあまあカスタムされてるアサルトライフルに4倍スコープ乗せたスナイパーライフルですか。このゲーム2倍より上のスコープってなかなかないんですよね。ふむ、これはありがたくスコープだけでもいただいていくか。おそらくわざわざ素材を集めて自作したんだと思います。けど乗せられるスナイパーライフルが顧問武器しかないってのが、やっと物悲しさを漂わせてますね。もう一人のスナイパーライフルはスコープこそ2倍止まりだが、アタッチメントはほとんど青色で染めてあるぞ。めちゃくちゃ狙撃に力入れたパーティーだったみたいですね。結局スコープも殺りにあげちゃった。私は撃った分の弾を敵から回収してお腹いっぱい。ただ弾幕を展開するだけの装置になってる。どうやら目の前のワクチンラボに別の敵部隊がいるっぽいな。ワクチンラボ、上下の2段構造になってて、これまた上を取られたっぽい。だがさっきの鉄骨と違って、今回は外周を回れば上段の背後をつける。正面は味方2人に任せて、私は背後に回り込んでやるとするか。味方のグレネード投擲に合わせて敷地内に侵入しましたね。どうやら相手は建物に立てこもっているらしい。ショットガンで角
ト待ちでもしてるんでしょうか。なおさら回り込んで背面強撃が有効だな。裏取りするには若干装備が重すぎる気が。私が敵の背後に到着するまで無茶はするなよ。裏取りってバレたら敵が一斉に背後に回ってくるから、安全そうに見えて実は一番ヤバい立ち位置なんですよね。なので足音の大きいこのゲームで全力疾走で裏取りなんかしたら、気づいた相手に一斉攻撃されて落とされるとかだら、そこで弾幕を展開して足音をかき消す戦術もあるな。ようやく相手の背面側に回り込めるかな。網の穴まで来ましたか。よし、待たせたな。今から私の弾幕で敵を背面から撃滅してやるん。なあ、なんか敵の死体があるんだけど。これ回り込んでる間に終わったやつですね。味方強すぎか。え、私の ICA ギャランティー4本による破壊的弾幕は、そもそもまだ3本目すらお披露目されてない件について、相手の死体からミディアムアも補充してと。だから一発も撃ってないだろうが。私の見せ場はどこに行ったんだよ。そもそも4本も使えるわけないだろう。アホか。どう考えたってリロードすればいい話だろ。それは私が一番痛感してるよ。両手に ICA ギャランティーは実際目玉が飛び出るほど便利だ。そこまでじゃねえよ。だがカバンから取り出して装備変更というのは、正直リロードした方が早い気がしてきた。ここまでの10分なんだったんだよ。で、撤収。弾幕展開開始。先ほどの失敗を考慮した素早い射撃開始。撃せずに終わるぐらいなら撃って死んだ方がマシなんだぜ。弾幕通り裏取りはあらず。そうだ、お前もミンチにしてやるぜ。相手が下がった後も制圧し続ける恐るべきトリガーハッピー。相手の意識が釘付けになってる間に味方が裏取りをする。これこそ正しい隊列の組み方だったか。グリマ隊員がきっちりショットガンで裏取り成功したらしいですね。2メーター押したっぽいが、3人目に備えて3本目のギャランティーを装備。なお残念ながら3本目が火を吹くことはなかった模様。これマジで4本もいらないな。最初から気づくべきだったでしょうに。マジでカバンの中で地獄みたいな重りになってるだけなんだけど。わかったら拠点に置いてきてください。さっきのレイドは無事脱出できたぞ。どれぐらい稼げましたか。最初にロストした40万円近い損失は補填できました。聞いて驚け。4000円だ。マジでカバンの中身バグってんだろ。あと何回出撃すや気が済むんだよ。いやはや、失う時は一瞬だっていうのにな。と、敵からの空気か。これ敵も ICA ギャランティーだぞ。めっちゃ遠距離から一方的にこちらの接近を気づいてましたね。殺り隊員がかなり攻撃もらった模様。死ななかっただけ安い。どうやら敵も詰めては来てないみたいだな。どうするんですか。ダンマニスト対決。相手の構成も人数も不明だから突っ込みたくないよな。ここで私たちが前に出るとおそらく絡め取られて負けてしまう。であるならばここでは戦闘を避けて一時退却するのが吉。なんか妙に冷静ですね。もっと頭パッパラパーに突っ込んでいくのかと。わからないのか。ダンマニスト同士は惹かれ合うんだぜ。弾幕万有引力の法則だ。物理学に抗おうとすんな。奴が ICA ギャランティーを捨てない限り私たちはまた巡り合う。たとえこれほど離れていても同じ空の下、星の明かり。私たちダンマニストは惹かれ合うのだ。その弾幕の音に。要は LMG 持ってるバカは銃声に寄っていくし、寄ってくるってことですか。ということでこちらから銃声が聞こえてきたぞ。めちゃくちゃさっきの場所からは離れた場所ですね。一瞬ギャランティーの銃声が聞こえたからほぼ間違いない。この小川の流れ沿いのどこかにいるぞ。そこ、川を挟んだ対岸に何かいましたよ。霧でよく見えないな。殺り隊員がスナイパーで敵を目視。3人組です。ああ、ICA ギャランティーの音を。待ってろよダンマニウム。今行くぞ。さあこちらも狙撃で攻撃開始。グリマが正面へ詰める時間を稼ぐぞ。相手の前衛に弾幕を展開。射程に下がらせてこちらを確認できなくさせてやるぜ。これをやられるとマジで顔出せなくなるんですよね。2本目ギャランティー行くぜ。射程を少しずらして再び制圧射撃だぜ。前方に詰めたグリマの射線から逃げるように敵が移動しましたよ。複数の射線を作れる時の制圧射撃はマジで最強。弾幕から逃げれば狙撃や前衛の攻撃を食らい、狙撃や前衛を避けようとすれば弾幕に穴ぼこにされる。やはりパーティー単位でダンマニストを運用できれば圧倒的に有利に立てるな。味方の足音をかき消せたり、射程に下がらせてそこにグレ投げ入れたり、LMG の圧力が十分にかかってると、相手が自由に動けなくなるので、相手のパーティーの動きが見て取れるレベルで悪くなるの面白いですね。これにて敵3名の撃滅完了。青アーマーや ICA ギャランティーは私たちがいただいていく。もうそれ以上 ICA ギャランティーいらんやろ。よし、ミディアムアモの補充も完了。相変わらず1350発も予備持ってるのか。一体どこでどれだけ必要になるかわからないからな。カバンの隅々まで弾薬で埋め尽くしたいぐらいだぜ。大丈夫です、埋め尽くされてますよ。奴らの物資がかなりうまかったので一旦ここは帰還するとしよう。あいつらが通ってきたルートを使って移動す。なんでもう次の敵が中発。このクソデカ銃声だろ。まさか私の戦闘時に発生させているダンマニウムに群がって。確かにこれほど潤沢な弾幕を展開していればそこから発生してしまう弾マニウム
は隠しきれない。3本目の装備失敗してますよ。これやっぱギャランティ4本はやりすぎたね。最初から分かってたことでしょうが。ふむ、弾幕の圧に押されて逃げ出したか。なお一人は弾幕から隠れていた木の足元に入れたグレネードで死亡。一人やられて慌てて逃げたというわけか。だが草むらで弾幕ショットガンしてた野蛮な奴らだ。油断をしてはいけない。確かに、どの草むらでまた待ち伏せてるか分かったもんじゃないですね。こういう時の対処法を知っているか。まあキルをしなきゃいけないゲームじゃないので、一旦無視して脱出艇に向かうのがベターかと。正解は片っ端から草むらを吹き飛ばしてやるぜ。やってることヤバすぎるだろ。きっとなし、クリアだぜ。普通そんなことしたら弾切れ起こすでしょうが。まだ1200発あるが。お前のカバンがおかしいんだよ。畜生、一体どこに隠れやがった。 LMG とショットガンじゃ相性悪いんだからもうやめなよ。また装備ロストすることになりますよ。ガン待ちショットガンは許しちゃいけない。畜生、一体どこの草むらに隠れやがった。これもう恐怖でしかないでしょ。もしも敵が私だったら、お前が近くを通っても怖くて撃てないよ。怖くないから出ておいで。お前が大好きなガンマニウムだぞ。もう二度とギャランティーの銃声には漁夫に来ないでしょうね。畜生、結局逃げられちまったか。そういえば、開幕倒されて忘れてたけど、私採掘現場で敵プレイヤーを倒さなきゃダメなんだった。コロレフからの大事なお仕事なんですから。エキゾチック武器に殺された傷がうずくぜ。まあエキゾチック武器持ってうろちょろしてるやつの方が珍しいですし、あれから見かけてもレア武器までじゃないですか。ほとんどがマンティコアとかボルトアクションスナイパーだな。たまに青武器のフェイジックランサーや ICA ギャランティーがいるぐらいだぜ。けどこの正面で戦闘してるやつは聞き慣れない銃声してますね。1パーティーどうやら反壊して逃げ出したっぽいな。不幸中の幸い、私たちの存在はまだバレてなさそうだぜ。これさっきの草むらショットガンとやってること一緒じゃ。 LMG なのでセーフだぜ。っていうか、生き残りは足音の数的に一人か。敵の物資を漁ってるみたいですね。スモークまで展開してめっちゃ用心してますよ。上級者はグレネードとスモーク、グレネードは両方必須だっていうよな。めっちゃ強いし便利ですからね。けどそんなもの持つとカバンに入る弾薬の量が減っちゃうし。お前は少し減らしたぐらいでちょうどいいぞ。私なんかちょっとぽっちゃりしてるぐらいなもんだし。どうこしてるやつに限ってぽっちゃりとか言うんだよな。いやもういいから早く攻撃しましょうよ。多分そいつ一人だって。敵が一人離脱していったから安心して油断するまで待ってたんだぜ。すぐに襲ったりするとやっぱまだ警戒してるだろうしな。二つ目のスモークグレネードですね。ふむ、回復とかも終わって今度こそ物資のあさりかな。今が最高に油断してるチャンスだな。ほらー、めちゃくちゃ打ち返してくるの早かった。このシチュエーションで不意打ちしたのに HP 半分持ってかれたんだけど、他に生き残りがいないか。弾幕クリアリングもしておかなくては。相手さん、めちゃくちゃ反応もエイムも良かったですね。普通に戦闘してたらボコられてただろうな。グリマとサツリが草むらに敵がいないことをチェック完了。やっぱあれカバンから物出して戦利品整理してたのか。アイテムが床に散乱してますね。だとしたらマジでどんな化け物反応してたんだよあいつ。よし、あいつの武器が一体何だったのか見てやるぜ。まあ LMG より素晴らしい武器は存在しないがな。青バッグが今日は豊作ですね。青シールドもたくさんゲットできたな。撮影班が山ほど回収してた。メインの戦利品はこっちですか。高価で売れる生首やらレアな素材が結構詰まってますよ。やはりモサのカバンの中身は厳選されてて旨味がすごいぜ。まあ私はカバンがミディアムアモでいっぱいだから、撮影班にプレゼントしよう。私がここで見張っているからしゃぶり尽くしたまえ。なんか下で二人が盛り上がってません。うまいけどそんな大騒ぎするほどじゃない。これエキゾチック武器じゃねえか。ブルタイックブルートだ。サブマシンガンのエキゾチックですよ。 ICA ギャランティー捨てるわ。それでいいのか。ダンマニスト、ダンマニストでもさすがにこれは見逃せないわ。まあエキゾチック武器って単純に ICA ギャランティーより2段階格上ですからね。やべえ、撃ったことがないのはもちろんだけど、エキゾチック武器装備したのも初めてなんだけど、まさか今回の動画でエキゾチック武器が2本も拝めるとは。ちなみに編集時点でまだ3回しか拝んでませんからね。そのうちの2回が弾幕会の撮影中なのか。この撮影想像よりも過酷だったのか。開幕の即死が痛手すぎましたね。けどボルタイックブルートのおかげで全然プラスだわ。ってやばい、物資漁ってる味方が。霧が濃くて全然見えてなかったわ。よく見えないけど、とにかく逃げる時間を稼がないと。カバーに入ったグリマと弾幕で倒しきれたっぽいですね。しまった、ボルタイックブルート試し撃ちしたかった。それでいいのか。ダンマミスト、これ以上襲われる前に脱出しよう。確かにボルタイックブルートロストしたら涙どころじゃ済みませんしね。家に持って帰って額に入れて飾るとするか。賞状かトロフィーですか。いやもうエキゾチック武器なんてロストが怖くて使えないよ。果たして今回のレイドの稼ぎは75,000円。やばすぎ。いやほとんど素材持って帰ってきてないのに、ほぼボルタイックブルートの売却価格だろうな。
いやはや、今回の弾幕会は良き収穫があったぜ。普段のこのジャンルの動画なら、最後に装備を全ロストするのが定番だが、動画冒頭で全ロストしてるんでまあ、っていうか、あれ以降負けなしなんだよな。弾幕の運用に磨きがかかってきちゃった。撮影班も、弾幕をおとりにした距離の詰め方とか、かなり撮影の中で上達してましたよね。あ、我こそはサイクル撮影班と名乗りを上げてくれるリスナーや、撮影に協力してもいいよっていう投稿者の方いらっしゃいましたら、ぜひ Twitter の DM に、ゲームの進行度を添えてご連絡ください。撮影班だけじゃ手が足りないので何卒お願いし、いやちょっと待って、なんだどうした?いや、気のせいであってほしいんですけど、なんか一人撮影班足りない気がするんですよね。いやいやまさか、このタイミングで死ぬ素人はおらんやろ。そこの手前で殺りは敵をちゃんと警戒してるし、奥ではグリマも敵が寄ってこないか警戒してるグリマさん。いやマジで最後の最後に何やってんの?まったく、これだからうちの撮影班は、もっとしっかりしてもらわないと困りますね。こんなにたくさん物資を集めてきたのに。本当にもったいない。仕方ないから弾を全部捨てて持って帰るわ。それでいいのかダンマミスと。まあもう脱出艇も出発するし、さすがにこれを無駄にしたら農家の方に申し訳ないわ。食べ残しはしないタイプ。いやまあ、ということで今回の動画は今度こそここまでです。ご視聴、ありがとうございました。次回、狙撃会、弾幕会でもいいぞ。もうしばらく出番ないよ。